風の遥は2005年10月3日から2006年4月1日まで放送された連続テレビ小説73作目である NHK 大阪放送局制作地元の環境資産を有効に活用したユニークな地域づくりで高い評価を受けた湯布院温泉の成功と逆にその成功ゆえに今までの成功の資産を次世代に向けてどう継承し 発展するかが切実な課題となっている現状を物語の伏線とし、そこに崩壊した家族を再生するための家族一人一人の試行錯誤の物語を重ねている。舞台は大分県由布市由布院町と大阪府大阪市。脚本は大森美香がこのドラマのために書き下ろした。脚本の大森以外にも制作統括は片岡刑治、音楽は本田俊之と人気を博した。 NHK よるドラ、ニコニコ日記のスタッフが結集。ドラマ内で、主人公たちの子供時代に放映されていたことになっている特撮ヒーロー、ガイセイバー Z は、ニコニコ日記の中では、木村しの演じる主人公が脚本を担当していた。ヒロインの村川恵里は、オーディションで2005人の応募者から決定した。NHK では、通常では、最終回後、 1> 約1ヶ月で行われる公式ホームページ閉鎖を2006年7月31日まで延期するなどの配慮が見られた。2007年9月より2回に分けて完全版 DVD が発売された。湯布院の不死家庭の下で貧しい生活を送った遥かが大阪の別れた母のもとへ行き、やがて幸福の本当の意味を知って家族の再生を目指す。お魚、海や川のもの。 野菜、山の子ふるさとの煮物など10のジャンルに区分。シャコの浜湯で、宝泉寺椎茸のステーキ、ジリ焼き、コーハンなどの料理とともに、それぞれの地域の山や海の写真を配置。大分の写真集としても楽しめる内容になっている。最終回は、メインキャラクターのうさぎ切りポン2体が登場し、郷土料理の特集はなかった。ありがとうございます。